レトルトカレー今日も食べます。タンタンからねいただきました。ね、ちょっと余計なのが辛さ30倍だって、まあね、とは言っても辛さにはもう耐えられる人間になってますんで、これサクッと紹介します。作っていきます。出来上がりましたね。じゃあ早速いただきますね。スパイスで極めたうまさ、まあ、辛さはね30倍はどうってことないんで。この間20倍で甘いとか言ってたじゃん。それあれ甘いの入れたですね。100倍でしたっけ。うん、じゃあいただきます。お腹空いてる。辛いですか。辛い痛い。そんな時のために痛い用意しといたよ。あ、すいません、飲み物ないです痛い。用意しといた。味覚が変わる。え、マジ味覚変わっちゃうって聞いてね。味の変わる不思議なスプレー、これをかければ、これ、口に入れてもいいし、カレーにかけてもいいみたい。で、口にシュッと味覚えといてね。うん、まだ入ってるって。こっちもやるんですか。いや、口でやりました。なんか、怯えてない。プルプルしてる、口が。味はどうなん。頭もう質も変わる。何にも変わりません。水みたい。いや、変わるんだよ。だちゃんと、だってドンキで買ってきたんだからさ変わってくんなくっちゃ。全然変わってない。否定しないで、ね、全く変わってない。辛い、うん、あ、ほらほら、あ、でも辛くないかも、本当に。ほら味覚は辛いです甘くないとかって書いてあるよ。これは甘さと辛さで言えば辛さが勝ってるんだと思います。もう一回違うのでこれ検証してもらった方がいいと思います。全く分かりません味覚崩壊系だよスプレー。じゃあちょっとやってみましょう。カレーまだあるんでちょっと元の味辛いの弱いタンタンが受け入れられないからみたいまず普通だら水ですよね。苦いこれ個人差あるんですかね。苦いよ、人によって、うん、苦いよ。はい、こうベロからじゃないですかこの辺かけられたんですよシュシュって。ここはね辛くないんだけど、ここがね辛いので、ちょっともうちょいかけ辛い側にかけた方がいいですねこれわわぎわきにかけてるこれで辛くなるんだよココイチのカレーぐらいの辛さ、普通の辛さ。これで拭いちゃう。ココイチの普通、うん、辛くしてないやつ食えるぐらいにはなるとの辛さ。いや全然食べられる。こんな辛いのダメな人なのにあ、これ5、6噴射ですね。あ、1回じゃダメなの、うん、だからちょっと微妙だったのかな、うん、今いっぱいかけたから、はい、いたと。これ間違いなくいける、うん、じゃあまた、ね、ちょっとね辛すぎで、うんうん、20倍だったらいけたかもしれない30倍だから行き過ぎちゃってるね、うん、え、何すごいんだこれもしかしてあれじゃないの、あの麻痺するやつだから、うん、ねどこにでも使えるかもしれないまずそろそろ閉めますか、閉めますか、はい、ということでね、びっくりしたんですけどね、急にリーの、30倍カレーの紹介と、今回味覚崩壊スプレー、ご紹介しました。カレーを食べてみたい方はチャンネル登録、
味覚崩壊スプレーしてみたい方は高評価。本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。もう一回タンタンでもいいし。ここ読んでなかったね。勢いでかけちゃいましたね。五六回かけないとダメなんだ。で次の時に、はい、こちょこちょする時はこのコーラの味が変わるかどうかポンに。はい。そうですね。やってみましょう。よし。